クリーニング溶剤が入った一斗缶一斗缶とは、借管法の単位である一斗の容量を持つ角形の金属管の俗称。規格上は18リットル缶という。一斗缶は日本作業規格で18リットル缶として定められている金属容器の俗称である。もともとは石油缶と呼ばれていたが、容量から一斗缶と呼ばれるようになり、戦後の一時期はガロン缶と呼ばれ、 その後、18リットル缶が正式名称となった。材質はブリキで、形状は脳型体の金属製の缶である。内部は内容物によって樹脂によりコーティングされていることもある。内容物は業務用として流通するものが多いことから、外面に内容物や注意事項などがラベル印刷されていることが多い。次のような特徴がある。 5ガロンと18リットルを掛け合わせて、5月18日を18リットル間の日と下。日本産業規格 Z1600 に2003により、その形状が定められている。天板、ジ板は一辺の長さが238.0プラスマイナス2.0ミ、mm、リメートル、高さは349.0プラスマイナス2.0ミ、mm、リメートル、質量は1140プラスマイナス60グラム。 容量は19.25プラスマイナス0.45リットルと定められている。比較の大元は1とイコール10章を基準に考案されている。内容物が液体の場合にはブリキ製の丸いキャップがついている場合が多く、中央部を押して外側の爪を広げて開ける。開封されたことを確認できるようにビニールカバーでキャップを覆ってあることも多い。キャップの裏側には ボール紙やゴムのパッキンが付いていて、素材で機密性が左右される。一斗缶の密封容器を開けるには、開管器、V カッターと呼ばれる大型缶切りを用いる。一斗缶から液体を他の容器に移す際には、次口が上になる。これは、次口を下にしてしまうと息継ぎと呼ばれる波打ちが発生してしまい液体が四方に飛び跳ね衣服など付着するのを防ぐためである。 出荷量は、1990年のピーク時には2億3442万8000缶だったが、減少傾向にあり、2014年は1億4914万4000缶だった。2014年のリサイクル率は93.7%であった。ゴミ箱として、再利用される一都観管内外部を洗浄して二級缶として、流通することもあるが、洗浄業者の減少により、 流通量は激減している。天板をくりぬいて建設現場や工場などで灰皿やゴミ箱、焚き火の炉などとして再利用されるほか斜めに切ってちりとりを作ることもある。隠し工場や揚げ物を扱う店舗などでは空になったものがそのまま灰油入れとして再利用されることも多い。科学原料、塗料、ンキ、紙薬、食品、食油などの容器に用いられる。 化学薬品やワックス、洗剤、農薬などの容器として用いられるほか、自動車の不凍液やブレーキ液などの容器としても用いられる。塗料業務用として供される塗料や溶剤は、一斗缶で販売されていることが多い。食品天板全体が蓋になっている一斗缶灯油1970年代までは、灯油を入れる容器の代名詞であり、大抵の家庭で見かけることができた。 1980年代以降は、軽量で、機密性の高いポリタンクの普及により、用途としては、急速に捨てれた。だが、灯油用ポリタンクの容量に一途缶に相当する、容量18リットルの製品が現在でも多数、存在するのは、一途缶が幅広く用いられていた、名残である。空の一途缶もしくは、その蓋は、 そのサイズによる視覚効果と頭などに当たった際の聴覚効果により、喜劇、コントなどの小道具にしばしば使われる。大きな音が出る割には、簡単に凹むなど強度が低く、安全性が高いためである。また、プロレスラーが狂気として使用することもあり、中でもダンプ松本、ブル中野ら極悪同盟が頻繁に使っていたほか、アジャコングが使う通称、アジャカンガ町名。 このほか、楽器としても使われることがある。スパリゾートハワイアンズでは、ファイヤーナイフダンスのリズムの演奏のため、一途感を叩く変わった使い方をする。ありがとうございます。